マジか。あなたが数十年後も愚痴をこぼしながら通勤電車に乗っているかどうかは、学びを続けたか、やめてしまったかで全て決まってしまうんです。学識サロンのマーです。今回は岡崎勝弘さんの著書、お金に困らない人が学んでいること。この本を紹介していきたいと思います。マジでこの本、これから来る、というかもうすでに来ている激動の時代を生き抜くために、私たちが具体的に何をしたらいいのか、その答えをね、明確に教えてくれている本なんですよ。まずは質問。あなたは勉強する時間があったら遊びたい、こうやって思ったことはありませんか？正直ですね、誰もが人生で100回以上思ったことあると思います。もう人間というのは学ぶことよりも遊びを優先したいし、努力よりも楽を選ぶ怠惰な生き物じゃないですか。あなた怠惰ですね。ぶっちゃけ私もね、そんな怠惰な人間です。大学の授業よりも飲み会、合コン、まさにそんな学生時代でした。ですが、いつまでもそんな状態だと、ぶっちゃけ給料も上がらず、一生お金に困る人生になってしまいます。そんなのはやっぱ絶対嫌ですよね。じゃあ一体どうしたらいいのか。もう先に答えを言ってしまうと、しっかり学ぶことはもちろん、その学びを成果に変えて、また学び続ける。この繰り返しの習慣が実は大事だったんです。逆にこれさえできれば、あなたは一生お金に困らない人生を歩むことだってできちゃうんですよ。いやいや、そんなこと言ったって、どうせ副業できるスキルを身につけろとか難しいこと言うんでしょって思うかもしれません。確かにね、いろんな YouTube で上がっている動画やこの手の本はそういったこと書かれているんですが、この本はねちょっと違うんです。もう本当に学びの根本的なところから誰でもすぐに実践できる内容が満載だったので、私この本何時間も読み込んで、めちゃくちゃわかりやすい動画一本に仕上げました。この動画を見るだけであなたの人生で役立つ学び方が必ず身につきます。さあ今日この動画で学べるのはこの3つ。 1. をしない限りどんだけ学んでも意味がない。 2. 効率よくインプットしたいなら本を破ればいい。3. この3つを意識すればアウトプットが簡単にできる。特にね、3つ目に話す内容は知っていて絶対損をしないので、ぜひね見ていってください。人生は学ぶことによって何歳からでも変えられます。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。パパの動画たくさん見てね。1つ目、学びを頑張れる理由を見つけるという話です。あなたも普段からあらゆる勉強頑張ってると思います。学校の勉強、資格の勉強、仕事の勉強、ほんとね、生まれてから今まで毎日頑張ってきたあなたは本当に偉いです。マジで尊敬。ただ資格の勉強でも何でもなんですが、あなたが何かを学ぶ前に真っ先に一つ今までとは変えてほしいんです。というのも、それをするだけで今までより圧倒的に成果が出るようになるんですよ。それが学びに対する考え方。要は学びイコールつまらないものという考え方をまず捨ててほしいんですよ。まあね、確かに微分だとか積分だとかもこれやっていて、いつ使うんだよって感じで、将来何の役に立つかもわからない。意味のないことを学校でやらされたのって本当に苦痛でしたよね。そういった学校の勉強というのを義務教育で9年間、高校と大学を入れると私たちは16年間やってきているので、学びイコールつまらないという考えが染みついてしまっているんです。まさに現代の日本の教育の問題点。学校のせいで少なからず勉強が嫌いになってしまった人が実際にいますからね。そこでこの考え方をぶち破るために重要となってくるのが、何のためにやるかという目的を先に作ることなんです。例えばですけど、趣味が楽しいのってゴルフで100切るために練習するぞとか、プラモデルのガンプラを完成させるために今日は腕の部分を作るぞといった目的があるので、自然と頑張れるんですよね。勉強もまさにこれと一緒なんですよ。ですから何かを学ぶときに自分なりに頑張れる理由、これをね見つけるようにするんです。ここではその理由を簡単に見つける方法を特別にお伝えしちゃいます。それが自分の人生の棚卸しです。苦労を乗り越えた時、嬉しさが込み上げた時、悔しさをバネにできた時、どんな時でもいいんですが、人は誰にでもターニングポイントがあります。これは分岐点ですね。そのターニングポイントをチャンスに変えた経験に、あなたの頑張れる理由が実は隠されていたんですよ。例えばですが、高校時代に大失恋をしたとします。それをきっかけに部活動を頑張るようになり、人生が一変しました。これ多くの人がターニングポイントは大失恋だと考えるんですが、実はね、そうじゃないんです。ここでのターニングポイントは部活動を頑張ったことなんです。そしてその頑張るという選択肢をした感情を明らかにしていくんですよ。例えばもっと成長して自分を磨きたかった。慰めてくれた仲間に恩返しをしたかった。活躍して振った人を見返したい。そういった感情があなたの頑張れる理由なんですよ。ですからあなたの過去の経験を掘り起こしてみて、自分が何で頑張れるのか、これをねぜひね見つけてみてください。これができればあなたは学ぶことがどんどん楽しくなっていきます。ちなみに人には5つの〇〇したいがあって、1.
褒められたい。2、認められたい。3、成長したい。4、自立したい。5、人の役に立ちたい。これらが満たされると人は頑張ることができます。ですので、あなたがどれを一番重視する人間なのか、自分自身に聞いてみてください。ちなみにですけど、私は褒められたいが一番欲求として強くて、そこら辺に関しては承認欲求の権化なので、ぜひね、コメント欄でいっぱい褒めてください。なんかあざといですよね。すいません。ぜひね、人生の棚卸しをするときに自分の頑張る理由はどれに当てはまるか、ぜひね、分析してみてください。二つ目、インプットの技術という話です。質のいいインプットはお金に困らない人生を手に入れるために重要なポイントですよね。効率的に学べるわけですから。この本にはたくさんのインプットテクニックが紹介されているんですが、ここでは明日からすぐにできるおすすめテクニックを2つ紹介したいと思います。まず1つ目が読書。これなんですが、ただ読むだけじゃないんです。ポイントは本をボロボロにして読む。これがね、実は大事なんですよ。たくさん線を引き、読イヤーをして、場合によっては持ち歩きたいと思うページがあれば破る。それくらいいかにボロボロにするかこだわることが大事だとこの本に書かれています。というのも、ボロボロになるまで読んで見返した時に、そうそう、ここに線を引いたんだよなって感じで思い返せる体験、これを繰り返すことでより頭に残りやすくなるんです。中にはボロボロにしたらブックオフに売れないじゃんって思う人もいるかもしれませんが、これね、何のために読書をするのか、ここがそもそも間違っていて、あなたはブックオフに売るために本を読んでいるわけじゃないですよね。自分の人生を良くするために読書をするわけですから、ぜひね、思い切ってボロボロにしてみてください。ちなみに私も YouTube に関する本を出版してるんですが、正直綺麗に読まれるよりボロボロに読まれている方が著者としては嬉しいです。たまにね、インスタとか YouTube でルーティン系の動画を出してる人が私の YouTube の本を読んでることがあるんですが、あれね、めっちゃ嬉しいんですよね。二つ目、朝に学びを集中するというテクニックです。これは実際に私もやっている方法なんですが、朝目覚めてからの3時間は脳のゴールデンタイムと呼ばれていて、1日の中で最も集中力が高い状態なんです。私の場合、毎朝4時に起きているんですが、このゴールデンタイムの時間は YouTube の企画を考えたり、オンラインサロンの YouTuber の知り合いの悩み相談に乗ったりと、頭で考えなきゃいけない仕事を集中して行っています。あと朝に学ぶのがいい理由として、時間制限があるというのも実はめっちゃいいんですよ。人は1時間でやってほしいと言われた仕事は1時間でやるといった与えられた時間に合わせて作業をする癖というのがあるんです。逆に言うと、この制限がなければダラダラと過ごしてしまうことになるんです。ですが朝というのは出社時間とか朝ごはんを食べる時間とか子供を保育園に送る時間とか何かと時間の制限がありますよね。ですから丸時までにこれをやらないといけないという癖がいい方向に働くんですよ。これね、私も実感していますが、この期限があるからこそ自分の生産性がとても高まって仕事がマジではかどります。最後3つ目、音声で学習するというテクニックです。中にはね、勉強したいけどどうしても苦手でという人もいるかと思います。仕方ありません。人間は怠惰なんです。でもそういう人におすすめなのが耳学問、要は音声で学習する方法なんです。 YouTube を流して音だけ聞くのもいいですし、オーディオブックやボイシーなどを使うのでも OK。 中でも歩きながら音を聞くというのがめちゃくちゃ実は効果があるんですよ。というのも、歩くことで脳への血の巡りが良くなり、学習効果が高まることが科学的に分かっているんです。また脳幹毛様体が刺激されて意識がはっきりとした状態を作ることができるので、眠くなって集中できないということがね、起こらないんですよね。さらに歩くということは常に見える背景が変化しますから、脳が活性化もしますし、ついでに運動にもなる、もう一石三鳥のテクニックなんです。これはね、まあ耳の可処分時間の話になってくるんですが、これからの時代、あなたの耳が休んでる時間こそ勉強する。こういった泥臭い努力があなたの成果につながるようになっていきます。ぜひね、耳にイカができるくらい何度も聞いて勉強してみてください。まずはね、今言った3つの方法のどれか1つでもいいので、これだったら自分でも簡単にできそうって思うものから挑戦してみてください。それで試しにやってみて、あなたの人生が変わったらそれだけで最高ですから。3つ目、最良のアウトプットという話です。インプットも大事ですが、やはりアウトプットこそが本当に大事。コロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ教授の実験で、記憶効率を上げる黄金比はインプット3、アウトプット7と報告されていて、2倍以上インプットよりアウトプットは大事なんですよ。ではどのようにアウトプットしていけばいいのかという話なんですが、事実、数字、エピソード、この3つに分けて情報を整理すると効率的になっていきます。例えば一冊の本を読んだとします。事実は本のタイトルや本文の内容を書き、数字は本の金額や発行部数、読み切るのにかかった時間などを書きます。そしてエピソードは読んだ感想や内容を実践してみての考察などを書いていきます。
今回の本で私に当てはめてみると、事実はお金に困らない人が学んでいること、数字は読み切った時間2時間、エピソードは朝早く起きてすぐ勉強するのはとても共感した、本を破って持ち歩くことはやったことがないから試してみる、といった感じです。実際私の場合は本を読んでから6000文字近くのこの YouTube のシナリオを書いて動画を編集しているので、インプットよりアウトプットが圧倒的に多いです。まあ、ここまではしなくても、まずはさっき話した3つ、事実と数字とエピソードを意識しながらアウトプットをやってみるといいと思いますし、なんならコメント欄でアウトプットしてもらっても OK です。動画1本でインプットもアウトプットもできて一石二鳥になりますから、ぜひね活用してみてください。ちなみに勉強に関する本の解説はこちらの方もねすごいおすすめなので、ぜひねこっちの動画も見てみてください。さらっとまとめです。1、学びを頑張れる理由を見つける。2、インプットの技術。3、最良のアウトプットという話でした。この本には今回紹介した以外にも、人生でお金に困らないためにやるべき学びが全部で31個も書かれています。説明欄にねリンクも貼ってありますので、ぜひね気になるという方はポチってみてください。勉強は楽しいですからね。なんかさっきの話でも、自分が行動する理由として褒められたいとか認められたいとかの話ありましたよね。でもこれ一方で、承認欲求は捨てろとか嫌われる勇気の本とかでもインパクトあること言われていますよね。ここねめちゃくちゃ難しいと最近考えていて、人って自分で自分を認める部分と人から認められる部分、両方のバランスが人生にとって大事だと感じてるんですよね。正直他人から承認を優先してしまいがちで、というのもですね、これ他人からの評価って自分ではコントロールできないじゃないですか。職場で優秀だと上司から褒められる、 SNS でいいねをたくさんもらう、これはね難しいから、それだけ多くドーパミンが出てできたら楽しくなっちゃうんです。ただ全てがこれ一辺倒になると、誰かのために生きている状態になってしまって、自分の気持ちとかわからないまま人生突き進むようになって、結果的にね他人が求める人生を歩むようになっちゃうんですよね。ここがね本当に難しい。かといって人って自分による承認を最優先して毎日丁寧な暮らしをして、自分で自分を認める、それでいいってわけじゃないんですよ。例えばね、丁寧な暮らし、朝からコーヒー豆をひいて公園で読書する自分って素敵と思っている人がいるとするじゃないですか。これおそらくですが、この世の中に自分以外の人がもしいなかったら、そんな丁寧な生活しないと思うんですよね。結局丁寧な暮らしをしている自分が好きだし、それを他人に言うと褒められるからやっているみたいに、自分と他人の承認を切って考えるのって結果的にね無理なんじゃないかなって思うんですよね。だからこそね、一番いいと思うのは自分の欲求、自分で自分を認めるための行動が最優先、そしてその行動が結果誰かにも認められるようなこと、そういった行動を取るのがなんか人生一番豊かにするなって最近感じています。もしね、俺は毎日パチンコで稼いでいて俺はすごいって人も、やっぱりそれは他人からは認められないからモヤモヤしそうじゃないですか。だったら毎日読書してますみたいな、他人にも認められて自分自身も認められる好きなこと、自分頑張ったなって認められるようなことをしていった方が、メンタルのバランスも取れて承認欲求も満たされて豊かな人生になると思うんですよね。なんかそんなバランスがいい趣味とか習慣ってあなたのおすすめありますかね。ぜひねコメント欄で教えてください。ちなみに私は最近、児童相談員っていう障害を持つ子供の支援とか、両親がいない子供をサポートするボランティアとかを始めました。これね、私大学時代はよくね子供の支援とかボランティアでやっていて、それはねやはり自分が興味があったことだったし、ボランティアって誰かの役に立つし、自分自身やっていても気分がいいのでいいなぁと思って始めてみました。何かあなたもそういった自分も他人からも承認欲求が満たされるいい習慣ありますかね。ぜひねコメント欄で教えてください。私もやってみます。学識サロンは公式 LINE をしています。 LINE 限定特典を2つ用意。1つ目、ビジネス書診断。私が今までに解説した約400冊以上の本の中から、今のあなたにぴったりの1冊を選び出します。スタートボタンを押して質問に答えていくと診断結果が届くんですが、これやってみると結構楽しいです。2つ目、 LINE 限定動画。タイトルは絶望の国で生き抜く力。絶望の国というのはもちろんこの日本のことです。普段からねこのチャンネルを見てくださっている勉強熱心なあなたなら、今の日本はやばい、自分は今後どう行動していこうということはねもう考えていると思います。その日本で今後生き抜くためにはどんな力が必要なのか、私の目線で語った動画を無料でプレゼントしています。普段はね書籍の解説ばかりなので、私自身の意見はあまり言わないようにしてるんですが、この動画は違くて私の頭の中にあることを全て赤裸々にお話しております。説明欄の URL をタップして友達追加していただければ、すぐにこの2つの特典は見れちゃうので、ぜひねお友達になってください。おなしゃす。さよなら、さよなら、さよなら。